はい、どうも皆さん、こんばんは。それではですね、今回から予告していた通り、バイオハザード RE4 の方をやっていきたいと思います。まずオプションから見ていきたいんだけど。まあ、その辺はチュートリアル出るかな、多分。ボーナスコンテンツはね、いろいろあるんだけど、まあ、後々わかるんじゃないかな。ちなみに今回も CP システムがあるっぽいので、周回プレイが楽しそうですね。いやー、すげー楽しみなんだよね。これ、多分俺何回か動画とか配信とかで言ってる気がするんだけど、僕初めてやったバイオハザードシリーズが4なんですよ。で、初代とゼロと、あと、なんだ、コードベロニカとか、あと DS2 系のゼロとか、ゼロじゃねえや、なんだっけな。まあいろいろやってないのはあるんだけど、基本的に1、2、3、4、5、6、7、8までか。8までの中で唯一やってないっていうか、やってないのはね、7、8、5なんだけど、そう、初めて触れたやつで、これがね、僕をバイオハザードの世界に引き込んでくれたゲームなので、まあやっていこうかなと思います。なんかいろいろ追加されてるけど、エクストラ、レオンのコスチュームが変えられるとか、あ、面白、なんだやつだろうね。なんかいろいろあるんだ。アシュリーのコスチュームとかも変えられるし、へえ、面白いね。サングラスとか。まあいいや。よし、じゃあやっていきましょう。難易度はどうしよっかな。まあグダグダしても困るので、いやでもな、バイオハザード4未プレイの方におすすめがスタンダードで、難しめでいいんだったらハードコアって書いてあるから、じゃあスタンダードでやるか。何の悩み時間だよって話だよね。で、今回ね、 PC 版でやっております。プレステで買おうかなと思ったんだけど、ディスクがかさばるのが嫌だったんで。マップに宝の地図エクスパンションが追加されました。あー、なんか追加されたんだ。敵は日本語じゃないんだ、報道用。いきなりそういうグロシーンから入ります。あー、やめてあげてよ。バイオハザード4は、まあこれは昔の RE 版じゃない方のストーリーだけど、とある教団に誘拐された大統領の娘を助けに行くというストーリーですね。アンブレラが流出させた生物兵器によって、あの夜ラクーンシティは崩壊した。俺は惨劇をどうにか生き延びた。救うべき多くの人を置き去りにして、てかあれだ、レオンの声がなんか落ち着きのある声になったね。俺に選択肢はなかった。長く厳しい訓練と過酷な任務、望むところだった。あー、懐かしい人がいる。赤いベレー帽の懐かしい人がいるよ。少しでも忘れられるなら俺は救えるのだろうか。ああ、今度こそ。ああ、この BGM 懐かしい。そう、開幕なんかこんな陽気な感じの BGM が流れてるんだよね、車の中に。アシュリーがあんまり可愛くない。こんな山奥に何しに来た。面白いもんなんかねえぜ。まあただの迷子探しだ。その迷子はビップかなんかか。所長直々の命令だ、あんたを手伝えとさ。それでこんな時間に3人でピクニックってわけだ。なんかこの頃からレオンはなんか軽口というか冗談チックなことを言い始めるんだよね。この話なんだが、秘密を教えてやる。この森では遭難者が後を絶たない、いわゆる神隠しってやつだ。なら迷子探しは慣れたもんだな。うん、
先週もハイカーの捜索があったばかりだ。心強いな、今回も頼む。見つかったのかな、その人は。はい、という感じで始まるんですよ。いやーいいな、デモ版やってないからさ、楽しみにしすぎてて。デモ版やったらなんか魅力がなくなりそうだからやめようかな。すぐ戻る。ションベンだ、ションベン。懐かしいな、これ。レオンはタバコは吸わないんだっけ。わあ、不気味。バージャー、セティウマステトリコ。俺がホラーゲーム嫌いになった理由の一つのゲームだからね、これ。ホラーゲームなんか多分爆発踏めばなんとかなるんだろうけど。もうちょっと明るさ上げてもよかったかな。まあでもこれくらい暗い方が不気味でいいか。ちゃんと今回は R18 版なんで、ちょっとグロいところがあるかもしれませんが、先に言っておきますね。バイオハザード、グロくないバイオハザードなんかお断りなんですけど。あ、何でも落ちたか。悪いんだが、ちょっと見てきてもらえないか。あ、そういう感じから始まる。あ、へえ。俺は車を見張っとく。駐禁取られたくないしな。お前は取る側だろうが。え、こういう感じなんだ。いや、外がバカ明るいのもあって俺画面すげえ見づれえんだけど、まあいいや。え、あ、こういう感じなんだ。へえ。バイオハザード4はですね、普通のやつは家の中から始まるんですよ。だからもうこのスタートの時点で違うね。あ、丸ボタンでしゃがみとかで L スティック押し込みでダッシュか。まあ今回は RE2 とかみたいに何かに追われるってこともないから、まあ追われはするけどそんなに大変ではないからなんとかなるのかな。どこまで行ったんだ。うわ、すげえ不気味。え、やば、怖すぎんだけど。ん？何の死体だこれ。人じゃね？いや、動物か。なんだろう、イノシシかなんかかな。わ、クレー、超クレー。ちょ、タイム、画面の明るさやっぱ変えていいですか。僕が見えません。明るさの設定はどこだ。どこだ。てか、あと字幕表示もオンにしとこう。あれ、どれだ。わ、俺の PC 情報バレるんだけど。あ、あったあったあった。音量ちょろっとだけ上げていいかい。あ、オッケーオッケー。かなり見やすくなりました。助かりますね。あ、でも結局家から始まるのが、ちょっと探索パートがあるだけで。ごめん、なんか明るくてあんま怖くないかもしんないんだけど。まあ、大丈夫っすよ。僕は、明るくないと見えないんで。いい加減ゲーム中もメガネつけないといけない性格になり、性格ってか、あれになりそうなの。うわー、すげえ。え、はい、お邪魔しまーす。そんなゆっくり開ける必要ある。誰かいるか。え、ちょい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 、誰だ閉めたやつは。開かねー、罪じゃん。レオン君どうする、一生ここで暮らすことになるよ俺ら。やだー、こんな家で住みたくない。なんだこれ。
木で作った裁きは来たれるチャーム。え、怖っ。え、もうこの時点で俺嫌なんだけど、ちょっともうワクワクと恐怖が勝ってるんだけど、どうしよう、夜眠れなくなっちゃう。え、こっち、こっち、こっちっぽかった。正解だったか。ここ罠がいっぱいある。漁師の家かな。あ、でもこの建物の作りはなんとなく見覚えがありますね。来たー。勝手に入ってすまない。もう見たらわかるんだけど、人が住んでるような場所じゃないんだよねここ。ボスはウンポルシア。英語？英語じゃないよな。何語な、何語だったっけな。よく有名なほらバイオハザード4の空耳臭は、あ、殉職されましたね。二階級特進だ。やったー。シューフー。殺すぞ。あ、でも初回戦闘はもう先に済ましてくれるんだ、助かる。そう、本来はこのおじいちゃんと戦うのが4の始まり方なんだよね。ムービーをバカみたいに飛ばしてるといきなりこいつらと戦うことになるっていうね。鍵。何が起きてる。いや、こっちが聞きたい。ほら、ひどい。もうなんか人間が食べそうなものではないでしょう。内臓だけ抜き取られてる。へえ。おまわりさんの国家警察マリオ・フェルナンデス・カスタニティオ、カスタニオ巡査、持ってけよ。持ってってやれよ、大切なもんかもしれないだろう。で、ここかな。あ、なるほど、ここは本来鍵がかかってた場所ってことか。オッケーオッケー、理解したわ。暗っ。お、ライトあんだったら最初から使えよ。俺が明るさ上げたの意味ねえんけ。いや、でも明るさ上げないと暗かったかもしれない。いやー、いいねこういうの。すげえ不気味、不気味すぎてちょっと怖い。無線の音がするってことはこの先にいるんだ。いるか、無線だけ落ちてるか。いや、無線だけ落ちてるってことはないか、警察無線だから。死んでますね。マリオ、マリオだっけ、忘れたけど。どうした。おい、返事しろ。さあ、車で待機していたもう一人の警官も何か起きたようですね。どうなってるんでしょう、僕もわかりません。まあ大体ストーリーはね、チラッと見てるから分からなくはないけど。ひどいな、首を一発か。あ、これはあれだ、そうだな、プレステ版の HD 版とそんなに変わんないね、操作性は。ただもう来てるっぽい。うっそだろ。あ、いった、噛まれた、噛まれたってか。そんなにナイフが強くない。いや、わからないな。てかナイフ耐久度あんのか。じゃあうかつに使えないわ、ごめん。銃使う、普通になめぷしてる場合じゃなかったわ。いるよほら、追加がもう。これいけるよね。じゃあバツ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 、レオンくんバツ、おらー、すいません話が違います。もう一匹いるのは聞いてなかったわ。あ、ただこれでやれるべ。あー、ヘッショ2発、それで浄土マジって考えたら結構つらいな。
弾もあと6発しかないし。ハーブだー、やったー、ハーブだー、決めよう、すぐに決めよう。え、弾とかないの？ないのか、マジか。入り口からじゃなくて2階から出たのは正解だね。アイテムの配置とかは変わってないんだろうか。いやでもそもそもマップが変わってるか。アシュリーかな。ハニガン。HQ。こちらコンドルワン。こちらハニガン。状況は。おお。いや綺麗やな、相変わらずこの人。この村にいる可能性が高い。つか若。いいニュースだわ。さすがね。警官が2人死にました。手がかりがありそうだ。誘導を頼む。了解。付近の情報を調べる。急いでくれ。何が起きたかわからないが。この村はまともじゃない。てかもう初手で。そっか。あ、マジ？また後で。初手から湖行く感じになるのか。邪魔したな。あー。なるほど。ほら来いよ、ほら。ビビってんのか、おい。興味なくすな。急に興味なくすな、てめえ、この野郎。まあただヒントは手に入ったからって感じかな。ああもうなんか最初からそっか湖に行くっていう感じになるのか。本来はね、あの4の時はね、教会にアシュリーが捕らえられてるっていう話で、教会に行くのにあの鍵を持ってるやつがいるから、そいつをね捕まえるために、捕まえるってかそいつから鍵を奪うために行くみたいな感じだったんだけど、まあもう初手からそういう感じなのか。あれあれかな。いや大丈夫だよな、そんなアクション性は求めてないから。カラスはね撃ちましょう。見つけたら迷わず撃ちましょう。これはもうバイオハザードのあの4のあれなので、常識なので。てか今三角ボタンで、うわーすげえ、この昔のやつに、まあこのバックパックはさ4のやつなんだけど、これプラスクラフト要素が入るのか。あ、まあクラフト要素自体はもともとあったとはいえ、そっか、ハーブだけじゃなくて弾も作らないといけないわけだね、自分で。まあそんな作る状況になることもないと思うけど。ナイフに耐久あんの厳しいな。あ、タイプライターじゃん。ウィー。あ、装備の入れ替えとかここでできるんだ。センチネル9とスカルシェイカーってやつがあるんだね。え、センチネル9って今使ってるやつじゃない ?SG09R。あー、違うんだ。へぇー。ガンパウダーは結構、こうなんか数が必要みたいな。ハンドガンのやつ作るだけでも。セーブしろ。くっちゃべってねえでセーブしろてめえ。ビビった。いや今俺普通にビビった、素でビビった。なんでお前セーブしねえの。お、いいね、今のモーションいいね。弾カチャって確認する。いやもういきなり街行く感じか。とりあえずカラスは殺すけど。ひでえ匂い。なんかね、あのバイオハザード8がさ、まあ4をモチーフにした感じのゲームだったじゃん。から4のリメイクも来るんだろうなって前々から思って。あ、そのカチャはあれか、俺がリロードボタンを押すとなるのか。このあれだね、チュートリアルは定期的に出してほしいね。木箱ちゃん、木箱用に弾は取っておきたいな。あ、でそう、あの8出た時にその RE4 は出そうだなって思ったんだけど、 RE4 出すんだったらさ、あの初代をリメイクして出してくんねえかなって。あー、スイム思ったりなんかにしちゃったりなんかしちゃって危ねえな。
ふざけんなてめえ。あれまだ生きてる。行く？もう一発いっとく？ちょっと待って怖い。なんだ？え、もうこの時点で頭裂けるとかないよね。やめてくれよ。気味が悪い。しかもあいつそこそこ強いし。え、もうやだこういう道。あ、痛い。なんか罠に引っかかった。こんなのもあんのか。レオン君 HP は？あ、大丈夫か。今のはイベント的に引っかかっただけでダメージもらうわけではないの。はあ？お前その位置で武器振るのはダメだろう。なあ、ダメだよな。死んでるわ。いや、いいね。弾の効率は結構良さそう。まあ、その、あ、助かる。超助かる。え、武器ってそういう感じ？あ、なるほど。十字キーで各2種ずつ持ってるわけね。結局武器系だからな、このゲーム。赤ハーブ、ありがとうございます。そっか、そっかそっか。OK。あー、ここの先が村かな、多分。ん？うん。あれかな、ししおだっけ？あん？おい待てよ、ししおまことみたいなって言おうと思った。あー、ざっけんなよ。帰り道くらい用意しとけ。あー、もう見覚えがあるわここは。路上戦の始まりだ。あはは、崇め奉てまつられてる。ん？なんかいる？ああ、燃やされてるだけか。なんてことを。人間のすることじゃねえって。ああ、もういいな、この懐かしい感じ。ヤッホー。ほら、遊びに来てやったぞ、畜生ども。おい、やめろ。緊急回避とかないのかな？ありそうなもんだけど。とりあえずここ越えてこの家入ります。そうだね、ここは昔と一緒だね。カンヌキになってるのが時代を感じるけど。来たぜチェーンソーボーイ。本来はこんなところで家にこもるなんて正気じゃないですよねっていう話なんだけど、まあまあそんなこと言って、あ、ベッドブルー早いな。もうこの段階で監禁アイテムも手に入るのか。とりあえず急ぎつつ上に向かっていきます。そうするとですね、ここにショットガンがあるんですよ。こいつはいい。まあ、これを取るためにわざわざここに来ました。破片支流だ。オッケー。したらまずははしごを外して、お前もだ。やべ、すごい、こういう時に限ってクソエイム。危なっ。で、まあ来るよね。ショットガンが5発か。うーん、厳しいな。相変わらずスタンしねえのな、お前な。いやー、使い切っちゃうのもったいない気がする。ちょっとそれはもう使い切らない方向でいこう。ゆっくりなんかエイムしてる時間がないのだるいな。おいで。よし、オッケー。次お前。オッケーオッケー。これで多分ダメージは稼げてるはずなんだよな。オッケー。まあその程度で死んでくれるほど甘くはないか。おい、やめろバカ。あー、なるほど、そういうモーションがあるのか。あったっけ前から。あー、ごめん、これさ真面目な話していい？ショットガン取るの後でいいかも。なるほどね。とりあえずタイム、僕オプションっていうか、あのコントローラー設定が分かってないんであれなんですけど、
とりあえず3の時みたいに回避があるわけではないんだよね。あー、なるほどなるほど。でクイックターンは健在と。なるほど、オッケー、理解した。理解したら僕は早いです。てかでもね、最初からしてた気がすんだよな。銃声、銃声じゃねえや、チェーンソーの音。カラーどうなんだろうか、わかんないな、その辺が。とりあえず頭数減らすか。うおー、やめてくれー、捕まないでー、エロ同人みたいにしないで。てかなんだ、俺の知ってる方ほどあれなんだよな、蹴りが強くないんだよな。結局ここは時間制限、おい、時間制限的な感じなのでどうしましょうかね。とりあえず命令で敵を削りつつ弾を温存しつつっていう感じでやってはいきたいんだけど。あ、マジ、あ、痛い。ちゃんとアタッシェケースなんだ。うわ、何そのかすこさ、やばすぎ、やばすんぎ、嘘やん。とりあえずこれやっぱ外にいるのは得策じゃないな、中入っちゃうわ。結局シャッカンが欲しい。本当は飛ばすけど。日頃の行いだなは誰に言ってんだ、自分に言ってんのかな。自分の日頃の行いが悪いっていう自覚があるのかな、レオン。で決めました。とりあえずまあ上は割られ、あ、いえ、うそ、あ、ナイスクリティカル。あ、いたたたたたたた、こっちから出るか。なんか今回さっきとパターンが違う。まあパターンが違うのはそれは当然としてもかったるいパターンだな。あれ、なんか味方殺してね、あいつ。ヤクザかよ。よし。だよね。弾を拾いつつ。どうしようかな。やばい、このショットガンボーイ。分かっちゃいたけど、やっぱスタンしねえ。いやー、くそ、エイムが定まらん。あ、マジ殺しちゃった、やばい、チンタラしてると死ぬ。いや、むずいのはそうなんだけど、ちょっと待って、どいてくれ、邪魔だ。むずいのはそうなんだけど、あ、来た、メレタイム。もう味方のきっかけだ、罠に引っかかってやんの。痛い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 。なんか動きが機敏だな。あとリロードの癖あんな、お前な。知ってた。どんだけいるんだよ。痛い。いや、これやばいな。敵に武器のリーチがちゃんとあるんだよな。とりあえずある程度まとめて吹っ飛ばしたい。あ、鳴った、金が鳴った。え、逃がさないで。そう、こんな感じでね、金の音が鳴ると彼らは移動するんですよ、何かに導かれるように。うわー、もったいねー。ショットガン倒し、ショットガンじゃねえや、チェーンソー野郎倒しきれんかった。これは損、確実な損。
そう、レオンすら無視するんですよ。あんだけ身内を殺されたレオンすら無視して先にどん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 進んでいくという、鐘の音に導かれてるんですね彼らは。でまあこれはあのとある方がね助けてくれたんですよ。うつろな目でドア閉めるやん。あれかお前、エーペックス勢か。最後尾だからいつもドア閉める係やってるタイプの人か。大変だな。ここでやっとなんかオープニングって感じなんだよな。いやーいいね、 RE4 の始まり方。ちょっとまあ、うん、変わってるところも、や前作っていうかそのリメイク前をやってるから分かることだけど、変わってるところとかもあってちょっと新鮮だね。こちら HQ、 湖へのルートが分かったわ。あ、卵あんじゃん。部署は先よ、村の奥へ向かってくれる。了解、これから向かう。気をつけてね、コンドルは。なんかコードネームあるんだね今回はね。なんかフォーのハニガンはレオンのこと普通にレオンって呼んでた気がする。確かあんま俺も記憶にはないけど。ガンパウダーばっかだね。なんかダメージ食らいすぎるのが良くない気がする。僕まあここ苦手なゾーンなんですけど、後々まだ苦手なところが控えてるんでどうしようかなって感じなんですよね。あれ、鶏は何も落とさないんだっけ。ねえ、何も落とさないの君は。昔は鶏倒すと卵落とすんじゃなかったっけ。ということでアイテム散策もありますので今回はこの辺で終わりにさせていただきます。本来はね効率いいのはもちろんあの敵と戦いながら集めるのが効率がいいんですけど、僕にそんな器用なことはできませんので、はい。赤ハーブ拾って、これ手持ち大丈夫、大丈夫なそう。ショットガンはそうだな、このゲーム改造とかあるんだけどさ、あでもあんのかな今作改造とかがあると思うとちょっとまあまあいろいろ温存していきたい感じはあるよね。ここは取り忘れないかな、なんか木箱とか取り忘れてそうな気がするんだけど、あ、そうそう、本来はこういうのでちょっと時間稼げるんですよ。本来は、ね、俺はやんなかったけどショットガン取りに行っちゃったから。ドアここまで開けてどうやって開けたん、ぶっ壊したわけじゃないのか。さすがに他人の家のドアをぶっ壊すのは気が引けたのかな、あのチェーンソーマン君も。こんなことをグダグダ言ってても動画時間長くなるだけだからやめるんだけどさ。よし、じゃあまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。